9月に行われた小6統一合判の算数四角4番の解説をしていきます。では早速問題を見ていきましょう。図のように対角線を書き込まれた面積216平方センチメートルの正六角形 ABCDEF があります。そうですね、このような正六角形 ABCDEF があります。括弧1番、角 X の大きさは何度ですか。はい、角 X どこですか。ここですね。大きさは何度でしょう。うん、で、まあパッと見分かりづらいんだけど、まあ正六角形、まあこれ線対称なものだから、こことここの角度っていうのは一緒だよね。あと、よく見ると、ここに正三角形が隠れてるんだよね。で、正三角形の一つの角度というのは、皆さんご存知の通り、60度だよね。で、あと正六角形の一つの角度、ちょっと色変えますけど、緑のここの部分ですね。正六角形の一つの角度というのを皆さんご存知でしょう。まあ、覚えてなくても計算すればいいよね。うん。正六角形の一つの内角は、うん、まあそうね、まあ外角を使って計算しましょうか。ここ一つ分というのは正六角形の一つの外角ですから、360÷6 で60度ですね。ということで、この緑の部分は180°-60° で120°と分かりますね。うん、かな。これが外角、これが内角ね。うん、そうするとこの x 角 x というのは正六角形の一つの内角120°-60°、赤の部分だね、ここの。して、これを、こっち側、60度の左側と60度の右側、この角度は一緒だから、割るにしてやれば、お止まりますよ。いいね。120°-60° は60度、60度割るには30度、いいですね。はい、これが答えになります。